世界銀行のマルパス総裁は19日、新型コロナウイルスの影響で今年の世界経済の実質成長率がマイナス 5% に落ち込む可能性があると危機感を示しました。また、緊急の資金支援の対象となった途上国が100カ国に達したと発表した上で、今後、世界で最大6000万人が極度の貧困に追い込まれるとして、支援を拡充する重要性を訴えました。